いい今7月病で動きたくないね。やってこれ見て、このふわふわなお洋服、こんなふわふわで可愛いお洋服着とったら暑くてり熱中症になってしまうし、ちゃんとお部屋クーラーつけて涼しくしといて、あと冷やしカニカマも持ってきて、り熱中症になったらどうすんねんて。ファミネタをしたらダメよ。やってストレス感じてしまうがいい。やからお部屋涼しくしてカニカンを食べさせてくれとけばいいやん。ちゃんと言うこと聞いて。わかった？はぁ、あ、リリブラシされちゃった。もっと可愛くなってしまった。こんな、みんなして、リリ、お嫁さんにしたいって言って、引っ張る猫になってしまうがいいね。これ以上可愛くなってしまったら、可愛すぎて、世界爆発してしまうかもしれん。やか、リリもう、ブラシしたくないね。世界爆発したら大変やし。ありたけのおやつ。かき集め、ででで新しいおやつ探すのさ。ニャンピース。リーの名はモンキーアキャットリーリリー。海賊王になる猫だ。猫猫のパンチ。あれ？ささのは、さらさらの牙に揺れる。お星様キラキラ。なんちゃらかんちゃら。今日は七夕です。まず、世界が平和になりますように。あとは、いっぱいカニカマ食べられますように。え？お願い事って一つだけしかダメな。じゃあ、一つやめて、カニカマがいっぱい食べられますようにだけにする。ねえ、これ何？リー見つけてしまってんけど。違うと思うけど、これって、もしかして、カップラーメンってやつ？でも、ダイエットしてる人は食べんやつやから、違うやつかもしれん。聞いてみよう。あなた、名前なんて言うの？僕は、美味しいカップラーメンだよ。僕も。美味しいカップラーメンねんて。本当にデートしとるん。パチ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 。エリザベスさん、ありがとうございました。いやー、素敵な歌声でしたね。気になる得点は？じゃじゃん、98点。これは高得点。次の挑戦者はこの高得点を超えることができるのか。次は猫界のジョニーデップ、ジャック・スパロウさんで、赤いスイートピー。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたあって手も握らない。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから。
心の岸辺にさ、いた赤いスイートピー。気になる得点は、じゃじゃん、73点です。惜しかったですね。エリザベスさんに一歩届かず。それでは、今回のキャット歌謡祭優勝は、エリザベスさんに決定しました。おめでとうございます。パチ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 。エリザベスさんにはカニカマ一分が送られます。パチパチおめでとうございます。ありがとうございます。あれ、リンもちゃんと歌えるし。ジャクよりリーの方が歌うまいし、みんなしてジャクの方が歌うまいって言って、リーの歌ちゃんと聞いたことないねんの。リーの方がうまいし、春色の汽車に乗って、うん、リーの方がうまいな。なんか今日あやちゃんワクチン予約しとってんて、コロナのやつね。そしたらもう時間なのに怖いから行きたくないとか言い出して、やっかリリーリーもジャックもちゃんと毎年お注射しとれんから、あやちゃんもちゃんと行きなさいって言ってあげて。ほんと世話のかかる人間。皆さん、このあやちゃんですが、今後ともどうぞよろしくお願いします。え？リリー、別に何も隠しとらんけど。ほんと、なんか、あっち気になっとるだけ。なんか、あっち見とるからそっち見れん。何も隠しとらん、ほんとに。リリーの体の毛の中にも何もおらんよ。だから探しても無駄。やっか、あんまり見んといてほしい。リーに飲みがいるよ。リーちゃん、これどうする？うん、動いてる。あー、やめて、リーに触らんといて。リーはこの子たちを大事に育てるって決めてんから。生き物は最後まで責任持って育てんといけねえよ。やか、リーはこの飲みたちを最後まで大事に育てるね。おー、よしよし。いいよ、リーの血吸っていいよ。うー、リリーって何型？あれ？ここにもない。ねえ、ここに置いてあったリーのネズミさんたちどこやった？ちゃんとここに置いてあったはずなのに。お片付けした？もう、リーのもの勝手に触らんといてっていつも言っとらいね。ネズミさんどこから付けしたん？ここが置き場所ねんけど。もうリーの部屋勝手に掃除しんといて。わかった？くそ、ここまでか。リーもやけが回っちまった。やれならやれ。お前の残すことは、ない。でも、もう少しだけたくさんのカニカマが食べたかった。くそ、やれ！一思いにやってくれ！天国でも美味しいカニカマがいっぱい食べられますように、お願いします。あれ？生きてる？あなたどちらさんですか？リーは野良猫。飼い主なんていませんけど。リーのこと置いてどっか行く飼い主なんていませんけど。何の用ですか？リーは今、野生を満喫しとるとこやから気にせんといて。何？お土産、あるん？カニカマ？リリー、また飼われてもいいけど、どうする？妹の猫になっちゃった？ねえ、そうでしょ。今日、あいちゃんのママの誕生日ねんて。ハッピーバースデー。それ
では皆様ご一緒にハッピーバースデーの歌、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー